DAW レッスン堀田です。鈴木です。ケーベースショートティップス。今回はチャンネルストリップについての話をしたいと思います。はい。チャンネルストリップと言いますとどんなものなんでしょうか。チャンネルストリップというのはケ、えー、ーベースのミキサーの画面の中にストリップって項目がありまして、はいはい、この中に最初からゲートだったり、まあ、コンプだったりとかエフェクトが入っているものになってます。<ー>インサートじゃなくてジャッキ。ミキサーのチャンネルに最初からついているエフェクターみたいな。そうですそうです。 なので、まあ、ここで手軽というかパッと使ってしまってやるときも、うんまあ、あっていいのかなとあれですよね普通の,あのハードウェアのミキサーみたいなもんですよねそうですそうですもともとのミキサーにはそういうのはついてると思うんですけど<て> DAW 上でもついてくるよっていうかまあそんなようなものですねはい、はい、で実際にどうやって使うのかっていう話になってくるんですが、はい、ここでまあずらっと見えてるんですけれどもこっちで触るよりもまずここの E ボタンチャンネル設定ところから出した方が分かりやすいと思います もともとここイコライザーの画面になってるんですけど左側のタブを押してあげると、はい、このようにチャンネルストリップのものがどんなものが今入っているのかというのがパッと見えます、まあ、でもそもそも、はい、チャンネルにビルトイン最初からついている EQ というのがチャンネルストリップだったってことですよねそうですそうですチャンネルストリップの中のイコライザーがここで見えてるよっていうような感じだと思ってもらえればいいのかなとはい、はい、でここでコントロてあげたりとか,かです、ね、そうですね 下の三角の部分を押してあげるとどのコンプを使うとかツールは何があるとかそそうですそうでですすサチュレーションをかけるかけないかけるとしたら何使うとかっていうのが押せば出てきますで、はい、並び順もこれ左から右にずれていくようになってるんですけれどももうこのようにしてあげるとサチュレーションコンプまあ今コンプ入ってないんですけどイコライザーみたいな感じになります ルーティングを自由に変えられることができるとはいそうです、はい、で使わない時はバイパスしてあげると黄色い枠がついてバイパスみたいな感じになりますはい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 、はい、でチャンネルストリップごとにプリセットを保存しておくみたいなこと使い方もできるんですよね確かはい右側のこの四角のところを押してもらうとプリセットの管理っていうのが出てくるので ク、はい、リックしてもらうと、まあ、読み込み保存ってことができますあトラックプリセットもついてるんですねそうですねなので、まあ、ここも状況に合わせて使っていってあげればいいのかなと思ってますうん、うん、はい、はいまあ、そんなところですねあとはインサートとストリップ、まあ、ここに今タブが見えてるんですけど、まあ、これをどっちを先にするのか要はイコライここで使ってるチャンネルストリップを先に使ってから インサートを触るのか、インサートを触ってからストリップに落としていくのかということをここで選ぶことができます。あれですよね、えっと、VST プラグインという話ですよね。そうです,す VST を先に使うのか、はい、今のこのビルトインに入っているチャンネルストリップを使うのかという話ですね。ここにこのチャンネルストリップをインサートの前に。ですると、ストリップが左に来て、右側にインサートが入ります。るとそれはストリップからインサートに入ると。そうです で、逆にしてあげれば逆になるよっていうような形になってます。うん、はい。ってなところですね。じゃあ、あれですよね、えーと。チャンネルストリップの EQ をかけた後で、はい、インサートにコンプをかけたいのかとかって、そういう時にこうカスタマイズしてあげるみたいなイメージでいいんですよね。組み合わせを使いたいっていう,う、ね。はい、そうですね。そのような形であってます。はい大体イコライザーがここ出てることが大概だと思うので、イコライザーを使ってどっちが先なのかってことに困る。多分、デフォルトだとストリップから入っちゃうと思うので、うん はいですね、プラグによってはうん、例えばチャンネルコンソールシミュレーターとかだったら、一番たまにやっぱ持ってきたいですもん、ね、そうですね、コンソールのシミュレーターを使うのとしたら、先にスト、えー、とインサートをさしてあげてから、はい、ストリップを,ストリップでを使う<に>っていううですね。と、頭はその VST 側の、えー、コンソールシミュレーターが出てきた状態で、こっちは補正で使うイコライザーみたいな感じになってくるのかなと思います。 まあこの辺はどういった使い方をするのかによって使い分けることができるということですね。そうですね。なのでこちらもまあチャンネルストリップがあるんだなということはちょっとたまに入れておいてもらってまあご活用いただければと思ってます。はいえーこのストリップの設定自体はミックスコンソールからえ見ていくこともできますあ。直接そこから開くこともできると。そうですねあそうすると完全にあれです、ね、あのインライン、ミキサーみたいな感じで見えると、うん、そういうふうに見えてくるのかなと思ってます。はい、はい 今回はチャンネルストリップのお話でした。ご視聴ありがとうございました。はい